はい、えー、おはようございます。こんにちは、こんばんは。生涯配信者、健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はいえー、動画の概要欄にですね、えー、私の運営しておりますホームページの数々や、えー、おすすめの過去動画の URL などなど、すべてまとめて、えー、集約されておりますので、えー、ぜひお時間ある方はですね、動画の視聴後にチェックしていただけると嬉しいです。 ぜひね、動画の視聴後に、はい、よろしくお願いします。えー、ね。で、えっと、動画の概要欄に入りきらなかった過去動画たちはですね、すべて再生リストに組んでありますので、こちらもぜひ合わせてご活用いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。はい。で、えっと、今日のお話はですね、えー、数日前にですね、えー、アップロードしました、あー暴走族 VS 俺っていうね。<laughs> はい、俺です。ね、えー。そういうちょっと動画に対して、えー、っと、ちょっとまあ、あのその動画、自分でアップロードした動画に対してのちょっと注意喚起をしておこうかなと、はい、えー、思っております。ね。あの、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、そのですね、数日前にアップロードした、まあ、暴走族 VS 俺、タイトル これはそうじゃないんだけど、まあ、サムネにはそんな感じで書い,書いておきました。暴走族 vs 俺っていうね、ちょっとキャッチなサムネにしたんですけども、えー、その動画の内容がですね、えー、っと、まあちょっと自宅のね、えー、前であの、ちょっとうるさかった、まあ、暴走族がおったんで、ちょっとね、あの、あまりにうるさかったんで、まあ、注意しに行ったんですよ。はい。で、まああの、ちょっとね、僕の言い方も結構、なんか、うん 何せちょっと興奮状態だったんで、あの、怒ってたんでね。はい、あ。ちょっと言い方も結構きつくね、言ってしまって。うん。まあ、そんな、ああ、こんなのちょっと、なんていうんですかね。えーうん、はい、あ。なんか、そういう、なんか、そんなこんなのって言うほどではないけど、そういう出来事をちょっと、まあ、動画でリスナーさんに、えー、共有したんですよね。はい。で、まあ、 改めて、ちょっとその動画が、なんか、意外と再生されててですね。はい。あの、もう僕、YouTube、現役は引退してるんですけども、そう、あのー、そんななんか意外と再生数が、はい、伸びてて、思ったよりか多くの人に見てもらって、はい。で、コメントもね、なんか久しぶりにちょこちょこ、うん。あのー、結構来てて、うん。 思っっったたよりか見られちゃったなっていう <laughs> そうそれでちょっと注意喚起しておかないとなんかねあの良くない影響がもしかしたらみんなに出ちゃうかなと思ってはもう僕ねまあ今さっき言った通り YouTube の現役配信者としてもう現役でバリバリっていうのはもう引退してるんでやっぱりねその悪影響がある動画とかあんまり出したくないんですよ。もう ねえ、あの、父親なのでね、やっぱり、その子供を持つ身としてね、はい、なんかその、あんまり青少年とかに悪影響があるのはちょっと嫌だなってことで、あの、注意喚起しておきたいんですけども、まあ、こ今回ね、その僕はちょっとね、やっぱその、直接注意しに行っちゃったんですけども、あの、皆さんはね、本当に真似しないでくださいね。 はい、これはもう本当にちょっと強く言っておきますけど暴走族に関わっていいことはないです。はい、であのー、結構最近、まあ、漫画とかねドラマとか、まあ、映画とかでねその暴走族とかね、はいまあえー、ハングレイと呼ばれる人たちそういう、まあ、アウトロウ、まあ、裏社会系の人間のことをすごくポップに描くことが増えたんですよ。 日本って、ね、いろんなね漫画とかそういううん、はあ、映画とかドラマでそういうねアウトローがポップに描かれてるんですよね。で古都暴走族においてはあのー、特にねポップデフォルメが効いてるなっていううんあのー、なんかその何て言うんですかねネット民が。 結構その暴走族のことをなめてる人っていうかそのまあポップに描かれすぎちゃって多分それの影響なのかなめてる人が多いんですよはいであのー、実際はどうかっていうともちろんねそのねえ生きがってやってる連中もまあ多いとは思うんですけどもやっぱり中にはその暴走族本気でやってる人ってかなりねおっかない人がやっぱいるんですよね、うん まあこれは変な話暴走族以外にも言えることですけどもその、まあ、グレンタイって呼ばれる連中は半分は本当に怖いっす、はあ、本当に怖いおっかない人たちなんですよ、はあ、でなんかネット民って暴走族のこと群れてないと何もできないやつらとか、はあ、あのなんかヤンキーが生きがってるだけとかね そう若者が何かその生きがってるだけふざけてなんか調子こいてるだけみたいなそういうことを言ってるネット民がいるんですけど全然そんなことなくて暴走族の、えーまあ、構成員の、まあ、これ僕の時代っていうか僕の時代が、まあ、僕の時代ないし僕の時代よりも前の人たちの、えー、話しか僕できないですけど今のね、あのー、若者の話はちょっと踏み込んで分かんないですよ僕がもうおっさんなんで。 そうだけど僕のその世代とかその昔の人の、えー、話で言うとうその暴走族をやってる人の、えー、何割かはやっぱりそのまま暴力団になりますから、はい、暴力団とかに、まあの構成になるんですよ、はいまあ、結構それぐらいだからあれなんですよね本当にあの気合いの入っている人たちなんですよ、はい、もちろん一般人、ね、僕,も僕もそうですよ僕も含め一般人からすると、まあ、やっうるさいし ななんか別にメリットないですよね、ねてもねだから腹立つのはわかるっす、うんで。今回僕もやっぱ腹立っちゃったんで、まあ、直接注意しに行っちゃいましたけどもこれね絶対真似しないでくださいほんとにだから僕ちょっとこの動画出してなんかよくない影響が出る人多いんちゃうかなと思ってちょっと今回訂正っていうか注意喚起しておきたかったんですよね。はいあそうだ意外と注意できるんだって思われちゃうとちょっと怖いなとトラブルになっちゃうとね。うん やっぱりね,、あのー、ね、暴走族の喧嘩っていうと、刺した刺された結構日常茶飯事なんで,、うんでね、注意しに行って逆上されて刺されちゃった、で死んじゃったなんてねで僕の動画見たせいでね,、うん、ね、そんな風になっちゃったらちょっとさすがに僕もちょっとやっぱ困っちゃうっていうか嫌なんで後味は悪いですからねそれを僕は知るしもも、ないですけどもやっっぱちょっとね。 嫌ですからそういう影響が巻き起こってしまったらば、はああのー、暴走族にはは一般人の方方関わらない方がいいがです、はああのー、メディアが描いている暴走族はちょっとだいぶポップ、まあ、デフォルメされてるんで、あのー、そ,んなんじゃそんな人ばっかりじゃないっていうね、うん、本当に怖い人間もいっぱいいるし、まあ、さっき言った通り、えー、中にはやっぱり暴力団の構成になったりとか。 はい。まあ、暴力団じゃないにしろ、本当のね、えー、裏社会アウトローのー、第一線で活躍する方々になるということで、あのー、まあ、触らぬ壁にたたりなしじゃないですけども、はい。もう、基本的には、あのー、僕の動画のコメント欄にも来ましたけど、110番してください。はい。直接言いに行くっていうことは、まあ、やめた方がいいですね。うん。で僕も今回、 1ね一人暮らしだったらまあ別にいいかなと、な何せ、僕もね、一応出身がそっちの方なんで、はいあのーね、まだあの注意できる余力はまだ残ってるんですけど、言うてももうおっさんでね、えー、もう本当にただの父親で、えー、ただの、えー、まあ妻からしたら旦那で、家族を持つ身ですから、もう本当一般人なんですよ、はい、退いてるんでね、だからやっぱり僕も110番すべきだったのかなと。 自分で解決しようとするんじゃなくて、うん。というよもやっぱ自分だけじゃなくてね、家族にもそう、とばっちりが生きかねないじゃないですか。はあ、だからまあちょっとね、えー、反省しつつ、うん、第二第三の、第二第三の俺が出たらやばいなっていうことで、ちょっと注意喚起しておかないとなって、うん、思ってね。 あのー、やっぱりね YouTube とかねそういう SNS の影響もね結構大きいと思うんですよ、うん、なんかその、ね、名のあるアウトローの方がねチャンネル持って意外とチャンネルの中では親しみやすそうなキャラクターを演じてたりとかしますからはで、まあ、演じてる演じてないっていうよりもやっぱりそのアウトローの方々ねチャンネルで発信する時あのー、ねこれよく言う僕の動画で言うんですけども そのキャラクターを演じるっていうか、どちらかというとその身内乗り、ね、身内乗りで動画撮ってる人がやっぱ多いんで、まあ、それはそうですよね、えー。動画撮ってるのに、あい、カラカラかな,かなって言ってるだけじゃん、はい、な何やねん、こいつってなるんで、でね、動画撮ってる時、一緒におる人間は、どちらかというと友好的な人間が多いと思うんですよね。だからまあ身内乗りで結構ね、その動画内では、えー、なんかその話してる。 うん、ことが多いから、それを見てね、やっぱりちょっとネット民の一部が、ね、え、なんや、意外と怖い人たちって、意外と実は優しいんちゃうみたいな、まあ、すごい勘違いを、ね、してしまってる方がやっぱ多くてですねあの、それは身内だからですよね。はい、全然赤の他人にはね、ものすごく厳しい人間なので、皆さん、はい、あの、やっぱりね、今回僕はたまたまちょっとね、あの、注意した相手が、まあ、あの、 でできたた人間だったんで、まあ、トラブルにならずにはいなんとかそのまま終わりましたけども、まあ、中にはやっぱりね逆上してくる人間もいるでしょうしむしろ逆上してくる人間の方が多いんちゃうかなって僕は思うんではいやっぱり110番するのがベストでしょうね。うんあのー、どちらにせよね自分で解決できるできないにしろ、まあ、やっぱり110番するのが一番だと思いますよ。うんあのー 家をねやっぱり知られるっていうのはねやっぱ弱いんで <laughs>、はい、もう住居知られるっていのは一ちゃん弱いですからね、はあ、だからもう家の前で騒いでる連中はもう110番っていうのは一番ですから、まあ、ベストんでしょう理想的でしょうね、はあ、やっぱちょっとでもね自分で直接言わないと、ね、気が済まないって僕もそうなんで分かるんですけどでもベストは110番でしょうねあの 正直僕らみたいなあのコミュニティの、ね、出身の人間からすると、百刀番とか警察に頼るって、ダッサイって思うんですよね。これはもう本当に、あのー、もうしょうがないことなんですよ。やっぱりね、そういうふうにね、そういう文化の中で生きてきたので、警察に頼る、ね、えー、尖って生きてたくせに、尖って生きてきて、警察に頼るの何何っていう、<laughs> ダッサーっていうやっぱりコミュニティだった。 んでねその名残で大人になって一般人になってもやっぱりねなんか警察に電話するっていうのはねちょっと抵抗あるんですよ正直言って、うん、だけどやっぱ正しい方法はそれなんですよねもう引退したら、まあ、税金も払ってるんだしね <laughs> 一般市民ですから、はい、もうい、うん、引退したらね 国家権力を頼るのが多分ベストですよ、うん。一番それがスムーズですよねあとはそれを素直に頼れるかどうかですよ。僕は今回まあちょっとやっぱり、ね、意地というか意地っていうかねやっぱ自分で何か解決っていうか自分が言わんと気が済まないっていうのとさっきも言った通り啓発に頼るっていう選択肢がそもそも思い浮かばないんですよねだからこれはよくなかったなってうん思うんですけどもそこをなんとかやっぱみんなグッとこらえてね えー、頼る時は頼った方がいいんじゃないですかねうん、はあまあ、役に立つ立たないはちょっとわかんないですけども <laughs>、はあ、僕今までさんざん若い時にそうねなんか警察沙汰じゃないですけどそういうことになって、はあ、いやつくづくこれ一般人からしたらこの人たち役に立たないなーって思った時もあったんですよ実際こケースバイケースですけども、はあ、あのー し、いやもうこの人たちはちょっとダメやなって思うとこもやっぱあるんですよね。そう。まあ日本は平和なんで、ちょっとね、なんか警察も行き過ぎたことできないんで、そういうところもちょっとね、えー、警察の人たちでもジレンマがあるんでしょうけども、いやもう少しそこはちょっと一般市民守った方がいいんちゃうみたいなところはね、何回か出くわしてるんで、はい。そ役に立つさなないはちょっと、はい。 僕はあまりあの断定はできないわかんないです <laughs> でもやっぱり110番が一番じゃないですかね、うん、トラブったら110番、はあ、ただしあの法律崇拝盲信か法律を盲信してる人たちのように何でも法律とか警察に頼れば解決できるっていうそういうふうには思わない方がいいかなとは思います、うん もう全然役に立たなかったことをもう何回も言いますけど僕見てきてるんで、はあ、頼り切る100%、うん、大丈夫安心っていうのはちょっとやめた方がいいですね、はあ、逆にあのヒートアップして火に油注ぐようなことは何なりかねないのでね盲信、うん、し,しすぎると、はい、ということで、はあ、とにかくまああの自分で解決しようとせずね ぜひ警察を頼ってください。はい、僕は今回、あのー、ミスチョイスをしたと思ってます、自分で。うん。はい。一人暮らしじゃないからね、家族持ったらもうダメですよ。はい。ということで、えー、今日はちょっとね、自分自身の動画に対して、ね、それを見た人に、えー、ちょっと注意喚起のちょっとお話をしてみました。はい。ということで、ちょっともう眠いんで寝ようかなと思ってます。はい。えー、ではでは、テ朝ションでした。さよなら。